第3丁目にある禅宗寺院宗派は黄檗宗系の単立三号は紫雲山。本尊は釈迦如来。甲斐さんは木案。松濤回帰は青木繁県である。隋毅氏は漢文十年に創建された。甲斐さんは日本黄檗宗二代の木案。松濤である。木案は日本黄檗主の祖人間。隆起の招きで明暦元年に。 中国、民から来日し、漢文5年に江戸入りした。会期は、摂津浅田藩の二代藩主、青木茂るである。重県は、大幕州に深く帰依し、晩年には家督を譲って出家している。江戸時代には、江戸の大幕州の中心寺院として、一山の役事と呼ばれていた。江戸名所図によると、三門、天皇殿、 太友宝殿、禅道を等を備えた巨殺であったが、文政年間に大規模な理災合う。現太友宝殿は、高輪下馬将軍として名高い薩摩藩主、島津重秀により、変額を与えられるともに再建されるに至る。太友宝殿及び、通用門一棟は、昭和59年東京都指定有形文化財に指定され、平成4年に国の重要文化財に指定された。 現在は寺の北側の目黒通り側が境内入り口になっているが、本来こちらは裏門で寺の東側が正式の入り口であった。元目黒通り側にあった高麗門形式の旧通洋門は明治時代に東側に移築されている。追記義し寺創建350年記念事業として既存繰り老朽化による建て替え工事を行っており、工期は平成29年1月着工。 平成30年11月に完成している。他に、江戸最初の七福神巡りとされる、元祖山手七福神の一つ、補定尊像がある。また、法歴9年に駐造された、随清寺の藩章は、スイスのジュネーブ民族博物館に保管されているが、国外へ流出した経緯などは、記録がないため不明である。ジュネーブ市の民族学博物館に展示されていた、 繁昌は、平成20年6月現在、民族学博物館の展示内容を現代美術に変更したため、その存在は不明で、職員によると保管庫にあるとのこと。会期である、青木修玄の園からか、新見藩主の赤氏の菩提寺となっている。ありがとうございます。